膜貫通型タンパク質の模式図。1単一の膜貫通型アルファーヘリックス。2ポリトピック膜貫通型アルファーヘリックスタンパク質。3ポリトピック膜貫通ベータシートタンパク質。膜は薄黄色で表現されている。膜貫通型タンパク質は細胞膜全体に広がる膜内在性タンパク質の一種である。多くの膜貫通型タンパク質は 膜を通過する特定の物質の輸送を可能にするゲートウェイとして機能する。これらのタンパク質は膜を通して物質を移動させるためにしばしば大きな構造変化を起こす。これらは通常素水性が非常に高く水中で凝集及び沈殿する。抽出には海面活性剤や非極性溶媒を必要とするが一部は変性剤を用いて抽出することもできる。 膜、または膜貫通型セグメントにまたがる、ペプチド配列、すなわち膜貫通型セグメントは、大部分が素水性であり、素水性プロットを用いて可視化することができる。膜貫通型タンパク質は、膜貫通型セグメントの数に応じて、シングルスパン、またはマルチスパンに分類できる。他のいくつかの膜内在生タンパク質は、モノトピックと呼ばれ、それらも、 永続的に膜に付着しているが、膜を通過しないことを意味する。膜貫通型タンパク質には2つの基本的なタイプ、アルファエリックス型とベータバレル型がある。アルファエリックス型タンパク質は、細菌細胞の内膜や深核生物の原型質膜に存在し、時には外膜にも存在する。これは、膜貫通型タンパク質の主要なカテゴリーである。人では、 全タンパク質の27%がアルファへ、ディックス膜タンパク質であると推定されている。ベータバレル型タンパク質は、これまでのところ、グラム塩性菌の外膜、グラム用性菌の細胞壁、ミトコンドリアや葉緑体の外膜にしか存在しないか、あるいは膜後形成毒素として分泌されることがある。すべてのベータバレル膜貫通型タンパク質は、 最も単純な上下のトポロジーを持っており、これは共通の進化の起源と同様のホールディングメカニズムを反映していると考えられる。タンパク質ドメインに加えて、ペプチドによって形成された珍しい膜貫通要素も存在する。代表的な例は、二状態の膜貫通型 β ヘリックスを形成するペプチドであるグラミシジン A である。このペプチドは構成物質として、 グラム陽性菌によって分泌される。膜貫通型ポリプロリン2ヘリックスは天然タンパク質では報告されていない。しかし、この構造は特別に設計された人工ペプチドで実験的に観察されている。この分類は脂質二重層の異なる側にあるタンパク質の N 末端と C 末端の位置を指す。タイプ I 2、II、III、i i および4はシングルパス分子である。 タイプ I 膜貫通型タンパク質はストップトランスファーアンカー配列で脂質膜に固定されており、その N 末端ドメインは合成時に小胞体内空を標的とする。タイプ2よび3はシグナルアンカー配列で固定されており、タイプ2はその C 末端ドメインで小胞体内空に標的化され、タイプ3はその N 末端ドメインで小胞体内空に標的化される。 タイプ4は、その N 末端ドメインが細胞質に標的化される 4A と N 末端ドメインが ER 内空に標的化される 4B に細分化されている。4つのタイプでの区分の意味合いは、タンパク質がタイプに依存する方向に ER 膜を通過しなければならない点座及び ER 結合翻訳時に特に顕著となる。グループ I とタイプ2の膜貫通型タンパク質は、 最終的にはトポロジーが逆になる。タイプ I のタンパク質は N 末端が AE 側にあり、C 末端が細胞質側にある。タイプ2のタンパク質は C 末端が AE 側にあり、N 末端が細胞質側にある。ただし、最終的なトポロジーだけが、膜貫通型タンパク質のタイプを定義する唯一の基準ではなく、むしろ、 トポロジー決定因子の位置とアセンブリ機構を考慮して分類される。基地の膜タンパク質の3次元構造の数の増加膜タンパク質の構造は、X 線結晶構造解析、電子顕微鏡法、または NMR 分光法によって決定することができる。これらのタンパク質の最も一般的な3次構造は、膜貫通型ヘリックスバンドルとベータバレルである。 膜タンパク質のうち脂質二重層に付着している部分は大部分が素水性アミノ酸で構成されている。素水性表面を持つ膜タンパク質は比較的柔軟性があり、比較的低レベルで発現する。このため十分なタンパク質を入手し結晶を成長させることが困難になる。したがって膜タンパク質は機能的に重要であるにもかかわらず、 その原子分解能構造を決定することは、球状タンパク質よりも困難である。2013年1月現在、プロテオーム全体の20から30%を占めるにもかかわらず、タンパク質構造が決定された膜タンパク質は0.1%未満である。このような困難さと、膜タンパク質の重要性から、素水性プロットに基づく構造予測法や、 ポジティブインサイドルールなどの手法が開発されてきた。膜貫通型アルファーヘリックスタンパク質は膜内で完全にアンフォールディングしないため、熱変性の研究から判断すると非常に安定している。一方、これらのタンパク質は膜内での非天然の凝集、モルテングロビュール状態への移行、非天然ジスルフィード結合の形成、または局所的に 不安定な周辺領域や非規則的なループのアンフォールディングのために容易にミスフォールディングする。また、アンフォールド状態を適切に定義することも重要である。海面活性剤ミセル内の膜タンパク質のアンフォールド状態は熱変性実験の状態とは異なる。この状態は折りたたまれた素水性アルファヘリックスと海面活性剤で覆われた部分的に 折りたたまれていない、セグメントの組み合わせを表している。例えば、ラウリル硫酸ナトリウムミセル中のアンフォールドのバクテリオロドプシンは、4つの膜貫通型、アルファヘリックスが折りたたまれているが、タンパク質の残りの部分はミセルと水の海面に位置しており、様々なタイプの非天然両親倍性構造を取ることができる。このような海面化性剤変成状態と、 天然状態の間の自由エネルギーの差は水溶性タンパク質の安定性と同じようなものである。アルファヘリックス膜貫通型タンパク質の生体内でのリホールディングは技術的に困難である。バクテリオロドプシンのようにリホールディング実験に成功した例は比較的少ない。生体内ではそのようなタンパク質はすべて通常大きな膜貫通型トランスロコン内で 翻訳的に折りたたまれている。トランスロコンチャネルは、8世紀の膜貫通型アルファーヘリックスに非常に不均密な環境を提供する。比較的極性の高い量心媒性、アルファーヘリックスは、その極性残機がトランスロコンの中央の水で満たされたチャンネルに面することができるため、トランスロコン内で膜貫通廃坑を取ることができる。このような機構は、 極性アルファーヘリックスを巻く貫通型タンパク質の構造に組み込むために必要である。両心倍性ヘリックスは、タンパク質が完全に合成されて折りたたまれるまで、トランスロコンに付着したままである。タンパク質が折りたたまれずに、トランスロコンに付着したままの状態が長く続くと、タンパク質は特定の品質管理細胞系によって分解される。 ベータバレルマック貫通型タンパク質の安定性は、科学的編成研究に基づく水溶性タンパク質の安定性と類似している。ベータバレルマック貫通型タンパク質の中には、カオトロピック試薬化や高温化でも非常に安定なものがある。それらの生体内でのホールディングは、タンパク質 SKP などの水溶性シャペロンによって促進される。また、 ベータバレル膜タンパク質は進化の過程でシートの数が増えたり2倍になったりしても同じ祖先に由来すると考えられている。いくつかの研究では異なる生物間での巨大な配列保存と構造を保持しフォールディングを助けるアミノ酸も保存されていることが示されている。中、N と S はそれぞれベータストランド数とベータバレルの先端数である。 ありがとうございます。